アンジェロ・アゴスティーニ、アンジェロ・アゴスティーニは、イタリア生まれのブラジルのイラストレーター、ジャーナリスト、いくつかの出版物の創始者である。イタリアのベルチェッリで生まれたが、パリで青年期と芸術学の研究を経て、1859年に、母親の歌手、ダクエル・アゴスティーニと共に、ブラジルに到着した。1864年9月17日、サンパウロの出版物、 ジアボ・コックスに描かれた作品を幼年時代に発表しました。のキームの冒険。1869年1月30日に出版された第一章、農業と都市文化の間の紛争のテーマ、文盲の人口に達することができる、視覚的ストーリーテリングによる政治論評。1880年代、アゴスティには定期的なレイビースタイイーラストラーダを開始した。 これは、毎年のカーニバルを描いたことで有名になった。1883年1月27日、アベントゥーラスの第一章でゼ、ゼカイポーラが出版され、長年にわたり広まっている35のエピソードの成功した出版を開始しました。マルチメディアの影響を受け、シリーズは4つのエディションで印刷され、人気のある曲と2つの無声映画にインスパイアされました。 アゴスティーニは、1906年まで続いた1895年に、ドン・キホーテを設立し、1906年に、ルイス・バルトロメウでソーザ・シルバと共に、有力な若手氏オーティコティコを創設し、ゼイシーポラの物語が続いた。彼の最後の年の間に、彼は1910年に、彼の死まで、オマルホシのために働いた。アゴスティニをたたて名付けられたアンジェロ・アゴスティニ賞は、 1985年、以来、アスシアスをドス・クワドリンヒスタス・イ・キャロッカティアリスタス、イ・キャロッカティアリスタス・ドゥ・エスタド・デ・セイ・ポーロによって、授与されたブラジル漫画賞である。デ・サウザ、ワーニ・アルメーダ、メストリス・ドゥ・クワドリンホ・ナシオナル、アンジェロ・アゴスティーニ。2018年4月1日閲覧。ランビック・コミクロープディア、アンジェロ・アゴスティーニ。2018年4月1日閲覧。 デオリベーラ、イバンカルロアンドラード、アズプライメリスヒストーリアスエムクワドリンホス、ナスヨーナイズ。2018年4月1日閲覧。ありがとうございます。